ジャネット・アン・ナポリターノは、アメリカ合衆国の政治家。25代目アリゾナ州知事、バラク・オバマ政権1期目で3代目アメリカ、合衆国国土安全保障長官を務めた。民主党員。1957年11月29日に、ニューヨーク州ニューヨークに誕生し、ペンシルベニア州ピッツバーグとニューメキシコ州、アルバカーキで育った。 カリフォルニア州のサンタクララ大学とバージニア州のバージニア大学ロースクールを卒業し弁護士資格を取得した。1983年にアリゾナ州フェニックスに引っ越して弁護士業に従事した。1998年にビル・クリントン政権によりアリゾナ地区連邦検事に任命された。その後1998年には JND 春州知事の下でアリゾナ州で 初めてとなる女性の収支法長官に就任。この間に乳がんを患った。2002年のアリゾナ州知事選挙に民主党から出馬し、共和党のマットサーモンを47%対44%の得票で破り、2003年1月に46歳で州知事に就任した。政策としては子どもの健康保険改革を実現した。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党副大統領候補の一人に浮上したこともある。2009年1月20日に発足したバラク・オバマ政権では女性初のアメリカ合衆国国土安全保障長官を務める。2013年に7月にアメリカ合衆国国土安全保障長官の辞任を表明。その後カリフォルニア大学学長に就任した。 ありがとうございます。